ございます。前回続きまして、ボロディン、オペラ、イーゴリッコ、チュルクの解説を始めていきたいと思います。2回目の今日は84小節目から165小節目までを解説していきます。84小節目から116小節目まではベースパートは全て休みになっています。で、チュロと共通の笛を使用している場合、間違ってチュロのパートを弾かないように注意していただきたいと思います。特に103小節目から109小節目まではチュロもディビーシュで分かれています。この上下分かれている譜面に伝えて、下のパートの A のタイの場所を間違って弾いてしまう可能性がありますので、どうしても間違って弾いてしまう場合は譜面を手書きで大きく塗り消すなどして間違って弾くことのないように対処していただきたいと思います。ベースが入ります117小節目から説明していきます。最初5小節間はオクターブとディビーチで分かれていますので、アウトとインで上下分かれるようにしてください。で、ボーイングなんですけれども、ピアノからクレッシェンドとなっていますので、ここはアップから入っての弓順で弾いていただきたいと思います。下のパートで弾きますと、このように弾いていただきたいと思います。で、122小節目からはポジションを説明していきます。最初はハーフポジションで B、A、S になりますので、4、2、1と弾きます。A は開口。で、次は D、Dis になるんですけれども、第3ポジションを使ってまとめて取ります。D を4で、Dis は D 線に移って2で取っていただきたいと思います。で、次はフィス、セイになりますので、第1ポジションで4、2と取って、次のハーフまでをまとめて取ります。で、A と B が出てきますので、127小節目はハーフポジションで2、1と取っていただきたいと思います。で、ここまでのボーイングなんですけれども、127小節目をダウンアップと弾き直しを行いましたが、前の小節から続けてダウンアップアップと弾いていただいても構いません。もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。122小節目から通していきますと、8小節目から4小節間は A の2分布になっていますから、チェロは16分布の刻みになっていますので、間違って刻まないように注意していただきたいと思います。で、132小節目からはポジションを説明していきます。ここは A 線1本で取る形になりますので、第2ポジションを使って D、チス、D は A 線で4、2、4とまとめて取ります。で、次もポジションを変えずにチス、セイ、デになりますので、2、1、4と取っていただきたいと思います。もう一度いきますと、ここまでよろしいでしょうか。で、次の小節はハーフポジションに移って、セー、ベー、セーになりますので、4、1、4と取ります。で、次は、ベー、アーは1、アーは開口と取ります。で、次の小節は再び、デー、チズ、デーが出てきますので、第2ポジションに戻って、4、2、4と取ります。次は、チズ、ハー、チズになりますので、第1ポジションで4、1、4と取ります。ここまでよろしいでしょうか。で、次はハー、ベー、ハーになりますので、ハーフポジションで2、1、2と取って、最後のベー、アーは同じ形になりますので、1、開放と取る形になります。136小節目から同じ形が出てきますので、ここを使ってゆっくりしたテンポで通して演奏します。最後のベーは開放で取りましたが、アー線で押さえて取っていただいても構いません。142小節目からもポジションを説明していきます。で、ここは各小節オクターブのフレーズになっていますので、それぞれ同じポジションでまとめて取る形となります。最初のゲーのオクターブなんですけれども、で、下のゲーは開放を使っていただいて構いません。で、上のゲーは第6ポジションで3で取ります。で、次からは半音進行となっていますので、ゲスのオクターブは第5第6の中間ポジション、で、F は第5ポジション、この要領で各小節をまとめて取っていただきます。142小節目からゆっくり弾きますと、ここまでよろしいでしょうか。で、次の D のオクターブなんですけれども、第3ポジションで取っていただいても構わないんですけれども、次の小節が再び S のオクターブが出てきますので、第3第4中間ポジションのまま変えずに取ると、前後の小節とまとめて取ることができます。どのように取るかといいますと、 D を開放で、 D は第3第4中間ポジションで2で取ります。で、ここで取ることによって前後の小節がこのように、この3小節間のポジションを変えずにまとめて取ることができます。その後もオクターブのフレーズが続きますので、同じ要領でまとめて取ります。149小節目から通していきますと、
ろしいでしょうか。で次の A のオクターブは上の A は D 線でも D 線を使っていただいても構いません。こちらで取る場合は第3ポジションで4で取っていただきたいと思います。その先も弾きますと、ここまでよろしいでしょうか。でその後のボーイングですが、で今のようにダウンからの弓順で弾いていただいても構いませんし、あるいはダウンダウンアップアップと弾いていただいても構いません。162小節目で、そのボーイングで弾きますと、このように弾いていただいても構いません。最後にもう一度142小節目から157小節目まで通していくとします。いきなりインテンポで演奏することは難しいので、必ずゆっくりしたテンポから練習していただきたいと思います。そして132小節目からのフレーズは臨機記号が有効なのかそうでないのかややこしい部分がありますので、特にどの音はナチュラルなのかシャープなのかをしっかり把握しながら練習していただきたいと思います。2回目の解説はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画の質問、リクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。合わせて高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回。